エムバペ、今夏の PSG 対談が濃厚に、周囲にレアル、マドリード入りの希望を伝える。エムパベは昨季終了後に契約満了で対談が規定路線だったが、スペイン一部レアル、マドリードと口頭合意後に翻して PSG と2年プラス1年オプション、選手側に選択権、で残留した。しかし PSG への不満はくすぶっており、本人は改めて対談を希望。PSG は難色を示していたが、スペインメディア、フィチャージェスネットは、エムバペが PSG を対談。フランス人フォワードは売却によってより多くのお金を要求できることを望む PSG を去ると報道。 PSG 側は来季終了後にフリーで退団されることを避けるため今夏に放出して移籍金を得る方針を固めた。新天地は相思相愛のレアルマドリードだ。どんなに頑張ってもメッシにバロンドールをかっさらわれる男。マジで移籍した方がこいつのためになる。 PSG、メッシ、エムバペ、ネイマール、こいつらなんで弱いんや。エンパペのマクロンへの態度見てたら、いやいや PSG に入れられたのもろわかりや。レアルでもええがプレミアで見たい。クリロナ信者のエムバペがレアルでプレイしないのは悲しいし、ワールドカップで世界が改めてこいつを化け物って認識した感ある。これ以上レアル強くしてどうすんねん。バルセロナを救えや。左は V におるからな。エンバペ右できるんか。移籍金払えるんかマドリー。レアルの補強ポイントそこやないやろ。